おばあちゃん,おばあちゃん僕の知ってる限りねおそらくあの日本でね一番最高齢のユーチューバーだと思うので <laughs> <laughs> おばあちゃんのちょっと今思ってることをちょっと作,作文あるっていうことだったのでぜひ聞かせてください皆さんおばあちゃんが私の柱時計というのを 皆さんにお聞かせしたいんですけど、いいですか聞いてくださいね。はい。私の柱時計、ふと柱時計をじーっと見ていると、止まること知らず、どんどん進んでいく。自分もこの世に誠意を受け、止まること知らず、進んできました。いろいろな人生を歩んできました。私が幼児の頃は、 いつでもどこでも方言を使っていました。そのため、国民学校一年生になると、標準語があまり話せないので、すぐお友達から方言ボラをもらって首にかけたこと何度もあります。懐かしい思い出の一つです。また、裸足で芋の弁当にニンニクの漬物、 油味噌のおかず、本当に貧しい時代を過ごしてきたのよ。でも、貧しいながらも楽しい思いでもあり、また辛い思いでもいっぱいありました。それは忘れもしません。昭和20年、大東亜戦争が巻き、に巻き込まれ、私は当時10歳で、 子供ながらに覚えていることをかいつまんで話したいと思います。最初は米軍機の飛来を知ると、おのおの防空壕で安全確保の日々を送り、平常に戻ると、里の我が家で日常生活を営むといった両立の生活をしていたんです。日増しに空海からの 射撃は重なり、父は防衛隊、上の姉も戦場へ召集され、母と義女と私は山奥に避難することになりました。親戚一同、小さな避難小屋を作り、一集落の生活を始まり、 私たちはまだ小さいのでどこにも行くことができなかったのです。大人たちは里へ食べ物を取りに夜暗くなったら毎日のように行きました。奥山での生活も大変つらかったです。戦争が負けて里へ帰ってみると我が家は灰となり 帰る家もなく、困っているとき、隣の家が一軒残っていたので、その家の一室に住むことになりました。住む家もなく、母はきっと苦労の連続だったと思う。突然父が傷を負って帰ってきたので、その時の嬉しさは、私、子供ながらに100倍の嬉しさだったと思います。 おね、上のお姉ちゃんは戦争で亡き人となり、本当に辛い思いをしました。絶対に二度と戦争はあってはいけないと思います。私は23歳で今の夫と共に、無難の子宝に恵まれ、夫は最初は大工屋さん、それからアイスキャンディ屋さん、重機屋さん、 時代に沿って頑張ってきました。私は鮮魚店20年間も頑張ってきました。その間、婦人会活動、婦人防火クラブ活動といろいろやってきました。無我夢中で頑張ってきましたよ。やっと子供たちが取り立ちしたので、私たち夫婦は鮮魚店を畳み、 ゆっくりと農業をしながら残された人生を楽しく暮らしていくことになりました。これから農業を中心に趣味を生かしてボランティア活動で人生を楽しんで楽しくやっていきたいと思っています。私は孫10人に囲まれ人生を楽しく過ごしています。昨今です。私の趣味は 主に農業、ほとんど自給自足です。グランドゴルフ、パークゴルフ、ゴルフ、ウォーキングで体を動かします。海でスリするのも大好きよ。まだまだチャレンジしたいものがいっぱいあります。民業、デューブ、民生委員、民生児童委員、共に 束縛せず自分の体調に合わせて好きな時に好きなことをして人生を過ごして、過ごしています。今が一番幸せな時だと思っています。いついつまでも仲良く好きな時に好きなことをして人生を過ごしていきたいものです。皆さんも自分の 好きなものを目標に頑張ってよね。お願いします。ありがとうございました、おばあ。<laughs> 楽しみましょうね。そうそう。みんな楽しく人生を過ごすように、<laughs> はい、おばあちゃんは祈ってますよ。